皆さんどうもカメゴンです。お久しぶりです。いよいよ10月になりましたけど、ここ最近結構気温の方も下がってきて、着る服とかあとこう寝る時の布団とか、どうしたらいいかなとか皆さんも悩まれると思うんですけど、元気されてるでしょうか。10月ということで、いよいよ爆竹の、ホールツアーの方も10月始まるいうことで、私も数は少ないんですけど、今回地元岡山の方爆竹来るいうことで、あと夢、今日もちょっと偶然なんですけど、夢で昨晩爆竹のコンサートに行って、いよいよこうこれから開演が始まる前の直前の何とも言えないワクワクした感じの会場の風景がものすごくリアルに感じる夢を見て、ちょっと2階席っていうのもなんか夢で出て、当日前の方の席だったらいないのはあるんですけど、夢の中では2階席で、しかも一人で行くはずなのに、なんか誰かと言ってて、その方が誰かわからないんですけど、夢の中ではものすごい親しげになんか話したりとかして、そんな感じのちょっと夢を見て、ちょっといよいよ始まるんだなっていうのが、ちょっと10月入ってすごく感じています。で、爆竹もいろいろ皆さん結構いろんなグッズとか販売してると思うんですけど、皆さんグッズ買われますでしょうか。私基本的には爆竹のグッズってあまり買わないタイプで、買うとしてもこういうちょっともう T シャツを買ったりとか、ピックですかね、ちょっとピックを買ったりとかで、今回ちょっとグッズで当日ホールツアーに行くときに、なんかこうグッズでこう身を固めるファンの方も おられると思うんですけど、私もそんなにちょっといろんなグッズをちょっと持ってるわけでもなくて、でもなんかちょっと爆竹にせっかく行くんだったら何かちょっと爆竹関連身につけておければなと思って、こういった爆竹のこの前のカタログについてるキーホルダーとか、こういうのつけてもいいかなともちょっと思うんですけど、今回ちょっと私も下手くそではあるんですけど、ギターも低いことで、このちょっとピックに、この今井さんの誕生月ことで、この30周年記念の今井さんのこのちょっとピックですよね、この中に入っているピックをちょっとこれメンバーのいろんなピックがあるんですけど、今井さん、星野さん、あとゆうたさんあるんですけど、今回この今井さん誕生月ということで、こちら、これ今井さんですかね、確か、このちょっと赤色のピックをちょっとこのキーホルダーに入れて、ちょっとどんな感じになるかちょっとやってみたいなとちょっと思います。今封を開けて、こういう感じで、キーホルダー、この金属のついた部分とこの蓋の部分ですかね、ちょっと透明でちょっと分かりにくいかもしれないんですけど、これが2セット入ってますね。これ2セット入ってるというか2セット買ったんですが、それでこれに先ほどのちょっとこの今井さんのちょっとピックを、向きはこうなってるんで、向きもじゃあこれに合わせて上下爆竹が平行になるように入れたらなと思います。これ入れて、ベストサイズ、こんなちょっと余力がある、中で少しだけわずかに動きがあります。で、これ蓋はですね、ちょっとこう曲面にわずかに、曲面になってるわけでもないですかね、これ。もう待って、蓋をちょっとしてみます。かなりこれ蓋をしたらもうこれ
取り外しができないぐらいがっちりと入ってる感じで、でこんな感じで今井さんの30周年のピックがこういう感じで入りました。これをちょっとこのカバンもちょっとあんまり使ってないんで、ちょっとどのバッグ、なんかのバッグにつけようかなと思って、まあこれなんかこういったなんかいかにもキーホルダー閉じるようなこういうところにつけてもいいし、これここにぶら下げてもいいんですけど、こういう感じですかね。でもなんかちょっとこうあんまりブランブランしすぎてもっていう場合は、直接ここにこうつけても、うん、ちょっといいかなとも思うし、まあこういうところにこうカバンのこの紐のこの本体側の付け根のこういうところにつけるのもいいのかなとかちょっと思ったり。まあ、皆さんそんなこんなで、ちょっと私あんまりグッズも買わないので、まあ本とかこのピックとか、まあ、たまにこうやって T シャツぐらいなので、あんまりちょっと私がグッズのこんな動画とか上げてもちょっとしょうがないかないうのもちょっとあるかと思うんですけど、まあ、今回10月入って、まあ、ホールツアー、さらに今井さんも誕生月ということで、ちょうどまあ、キーホルダーとこの今井さんのピック、今井さんの赤色のピックがちょうどこのキーホルダーに収まって、当日、まあ、まあ唯一身につけれるものを言ったら、まあ、私の場合こんなものなんですけど、皆さんもしよろしければいかがでしょうか、こういったキーホルダーの方。じゃあそんなこんなで、もしこの動画よろしければ、いいねの方と、あとチャンネル登録の方、よろしくお願いできればなと思います。それではまた。